気持ちいい。どういう音とかなるんですか？近づくと？あ、車が来ると。うん。ランプも変わってないね。このランプも変わってない。うん、変わってない。チカチカって、あ、変わってる変わってる。なんかイベントの時もよく出てるよね。あ、意外なあれだね。は一瞬、ここは一瞬。ここからチンタラチンタラ。ある。戻れるかな。ぐるぐる回っちゃうかもしれない。いや、一旦降りるからさ、あそこでみんなね間違えてね登る方行っちゃってね。まあちょっとね荒れてんだよここ。いやいや、山だからね。5キロぐらい走ってる。これで待ってたらいいかな。あ、来た来た来た。うん、これ右です。あ、これ右なんですね。こんにちは、ご苦労様です。こんにちは。下から7キロあるんで今何キロですか？だから感じです。はい。そこはね、左なんです。はい。あれ、下るんですか？まだです。何キロ来たんやろ。何キロ来たかはわからん。いい天気だね。今日だけ晴れだし、今日だけ晴れだし。これ左ね。行ってていいよ。もうちょっと行くと下りになる。あとちょっとで下りになります。頑張りましょう。最高か。あとちょっとそう。あとちょっと。あ、何取ってくれるの？よいしょ。はい、かさっきやったー。やったが取れんかった。休憩。ああ、かけた。ここから下りだよ。しばらく。そんでここでみんな間違えて右へ行ってしまう。あ、でも看板立ててるんで。矢印が紛らわしいですね、あれね。なんかこっち行ってる、こっち行ってる。いや、登ってるのにまさか下るわけないだろうとか言って登ってっちゃうね。ああ、そっか。看板が正しくないと思っちゃうわけです。そうそう。北と西とどっちが楽かってよくわかりませんね、これ。はい。北の方がなんか正体が分かってる感じで。北は短いんで。長いですね、確かに。でもこれ東の方がきつくない？東ってここは東？じゃあこれ西。東っていうのはまたあるんです。飯田君、東って言ったことあるの？あっちもきつい、あっちの方がきついような気がする。開いたー。荒げてきました。荒げて。お、牛ガエル。牛ガエルですね。あ、カエルか。いや、牛か。牛じゃない。news.腫れが膨らんとるもんね。焼き肉ってえ？23C だと食い込んじゃうような気がする。タイヤを食い込んじゃう。食い込まない。大丈夫です。大丈夫。なんとかパリルーベで鍛えたわ。到着。いつも上登ってる？いつもバイクどこやっとんの？バイクはどこ？ああ。展望台の到着。自然の音。すごいね、春だね。春ですよね。もうすごい路面がいい。お休みでした。定休日。残念残念。うわ舗装がガタガタだったんだけど綺麗になった。のコースです。僕はその稲荷自転車だといけないのにランだとあそこを走るんだけどいや僕は行ってこいって言ってみんな走らせるだけ裏から行けるんだけどね、道で道路で。大体神社階段上がるのも今物の搬入で車両使ってますよね。そうだよね。定休日です、ここもねここがさっき言った喫茶店というところ。じゃあ最後のケーキ屋だなちょっと待って、場所を確かめる。あれ、何これ。こんなとこ知ってたらいいな。行きます？いい？行きますよ。左行きます。計画年期っていいね。世間は休みじゃないんですけど。そうですよね。